僕のいらないもの。それは建前だ。この厄介な建前のせいで僕は自由に生きられない。もっと女の子のことを考えていたい。女の子のいろんな姿を見たい。スカートの中も外も全部ひっくるめて女の子と仲良くなりたい。不愛想な猫だな。うまく外れないな。聞いてくれ、バーバラさんはただの抱き枕だ。僕は無実だし、女の子を押し倒したこともない。清らかな体だよ。安全で清らかな人なら私の上からすぐに解いてほしいです。はい。その驚かせるつもりはなかったんだ。なんていうか、こう成り行きでごめん。ごめん。何ですかそれ。もう謝り方まで変態さんですね。